こんにちは、クーペの小山です。今回もですね、たくさん質問があるので、そちらから一つお答えしていきたいと思います。結構最近皆さんが気になるって言っているのが、頭皮の匂い。結構ですね、頭皮が匂うっていうと、男性なイメージがあるかもしれないですけど、実はですね、毎日シャンプーしている女性の方の中でも、頭皮が臭いっていう方は少なくはないんです。はい、毎日ですね、きちんとシャンプーをしていても、頭皮が匂ってしまう原因があります。なので、今回は頭皮の匂いを対策する方法について、約9個教えていきたいと思います。はい、この9個のうち1つを守るだけでもだいぶ変わってきますので、ぜひ気になってる友達とか、気になってる方はぜひ明日から実行してみるといいかなと思います。はい、それでは簡単に説明していきます。まず1つ目が、適切なタイミングでシャンプーをすることです。はい、普段日常のケアでも、その日の汚れはその日のうちに落とすことが大切になってきます。しっかり洗って、汚れをしっかり取り除く、当たり前のことですが、とっても大事なことになります。そのためシャンプーのタイミングとしては、夜寝る前が一番おすすめです。この時ですね、スタイリング剤などの付着した汚れをシャンプーでしっかり洗浄すること、シャンプー剤のしすぎ残しがないようにたっぷりのぬるま湯で地肌を洗い流すことがとても重要になってきます。そしてスタイリング剤やシャンプー、トリートメントなどの残留物も頭皮トラブルとして匂いやかゆみなどの原因となります。なので、ただシャンプーすればいいというわけではなく、その都度の丁寧な洗浄で綺麗な頭皮を作ることが何よりの方法です。特にですね、朝シャンプーする方はシャンプーのタイミングを夜にして、洗浄のタイミングを見直すだけでしっかりとしたケアにもなりますので、ぜひ夜のシャンプーを習慣化するのをお勧めします。次に2つ目ですね。2つ目は、濡れた髪はですね、しっかりと乾かすことです。乾かし方を実際変えることで、頭皮の匂いのケアをすることができます。乾かす際はもちろん自然乾燥ではなく、ドライヤーを使ってしっかりと乾かすようにするのがおすすめです。この髪の毛の乾かし方については、美髪講座の1回目とか7回目の方を見てもらうと、大体乾かし方が載ってますので、そちらを参考にしていただくといいかなと思います。ちなみに頭皮がですね、生乾きのものだと、雑菌がですね、増えやすくなって、それがですね、カビとかの原因になって、頭皮の匂いにつながるので、その辺は気をつけた方がいいかなと思います。あと、乾かすときは、もちろん毛先ではなく根元を中心に乾かすのが大事になってくるので、その辺を意識した方がいいかなと思います。次ですね、3つ目ですね、バランスの良い食生活です。頭皮の匂いの原因となっているのは、活性酸素が影響してきます。皮脂はですね、酸化すると不快な匂いを発します。そのため、抗酸化作用の高いビタミン C、ビタミン E を多く摂取すると、匂いを抑えることができると言われております。ですので、加齢臭などを抑えるためには、脂質が少なくビタミン C、E が多く含まれている食事を摂ることが大切です。もちろんですね、油が多く含まれているファーストフードやインスタント食品は要注意なので、その辺には気をつけた方がいいですし、マーガリン、パン、ケーキ等に含まれるトランス脂肪酸というものをですね、なるべく避けるようにした方が賢明かなと思います。そして、どのように食事内容を変えればいいのかわからないという方は、和食メインの食事にしてみるのがいいかなと思います。次、4つ目ですね。4つ目はですね、正しい方法でシャンプーをすることです。適切なシャンプーを適切なタイミングで使うだけではもちろん不十分です。頭皮の匂い対策には正しい方法でシャンプーをして、頭皮の汚れをしっかり落とすことが大切です。まずはですね、なので髪を洗う前にしっかりとブラッシングをすることです。これをすることで、ホコリや汚れを浮かせるので、スムーズに汚れを落とすことができます。また、ブラッシングはですね、頭皮の血行を良くしてくれるマッサージの効果もあるので、ぜひ行ってみてください。で、シャンプーの良い洗い方については、美髪講座のこちら5回目にありますので、もっと詳しく見たい方はこちらを見ていただくといいかなと思います。で、シャンプーをする上で注意事項が3点あります。簡単に、1点目が、爪を立てずに指の腹で洗うようにすること。そして2つ目、洗髪をしすぎない。そして3つ目、きちんと洗い流す。正しいシャンプーの3つのポイント、これを基本押さえるだけでも変わってきます。なので、こちらをまず意識する方がいいかなと思います。5つ目ですね。こちらは基本です。生活習慣を整えること。睡眠不足、ストレスなどは頭皮に悪影響を及ぼします。頭皮はですね、お肌とつながってるんですよね。なので、お肌の調子が悪いと頭皮の調子ももちろん悪くなります。なので、肌トラブルが多いと頭皮の匂いも強くなるという方も少なくはありません。そして老化によるですね、活性酸素を抑えるには、ウォーキングやスイミングなどの有酸素運動を行うことはとても有効です。このように頭皮の匂いはケア次第で改善することができるので、日頃からですね、しっかりと意識してもらう方がいいかなと思います。そして6個目ですね。これはちょっとプチ情報みたいになってるんですよ。育毛リンスを使うということですね。育毛シャンプーという言葉をね、よく聞くことがあっても、育毛リンスというのは結構知らない方が多いかもしれないんですよね。で、育毛リンスというのは育毛剤と同様の成分が配合されているので、匂いやかゆみを防ぐだけではなく、天然ユーカリエキスなどが保湿剤として配合されている場合がほとんどなので、つまりシャンプーでしっかりと頭皮の汚れを取って、その後の頭皮ケアとしてこの育毛リンスを使う。そうすることによって頭皮や髪は潤いを保つことができますし、雑菌が繁殖するのを防ぐことができます。しかしですね、育毛リンスの注意点っていうのがあって、これはすすぎですね。リンスが十分に洗い流されていないとリンスの成分が髪に残り抜け毛の原因になることがあるので、ヌルヌル感がなくなるまでしっかりと洗い流すようにしてあげるのが良いポイントかなと思います。次に7個目ですね。こちらヘアオイルを使うことです。ヘアオイルは髪を保護してくれる重要な役割を持っています。特に傷んだ髪はトリートメントやヘアオイルケアすることを心がけた方がいいかなと思います。そして8個目ですね。8個目は、ヘアスプレーを使うことですね。頭皮の匂いやベタつきをリフレッシュするにはヘアスプレーも効果的です。昼食後や夕方など頭皮の匂いが気になりがちな日中にも気軽にケアができるのが魅力的です。そして頭皮の匂い対策におすすめのヘアスプレーが1つあるんですけど、リーゼのヘアリフレッシャー。手肌に直接スプレーをすると汗のベタつきや頭皮の匂いを防いでくれる効果もあるので、こちらは結構ね、コスパ的にもおすすめかなと思います。そして最後9個目ですね。こちらも美容室での施術になってくるんですけど、頭皮の匂いね、ヘッドスパがかなり効果的です。毎日シャンプーをしていても普段のワックスやスプレーなどの整髪剤というのは取りきれないものです。またシャンプーのすすぎが甘くシャンプー剤が頭皮に残ってしまうこともよくあります。ヘッドスパはそういった自分で落としきれない汚れをしっかり取り除いてくれます。ですのでヘッドスパをやる前と後では頭皮の状態が全く変わってきますので、こちらはですね、ぜひ美容室のヘッドスパとかを試してみるといいかなと思います。以上ですね、シャンプーを変えたりとか正しいシャンプー方法を実践したり、そして食事や生活習慣を変えたり、それだけをするだけでも頭皮の匂いの改善にはつながってくると思います。ぜひすぐには変わらないと思うんですけど、続けていくことによって変わってくると思うので、ぜひその辺をもう一度見直して、考えてみてください。ということで今回の美髪講座以上となります。また悩みなどがありましたら簡単にお答えしていきたいと思いますので、ぜひお待ちしております。ということでですね、今回の美髪講座は以上となります。ということで今回もご視聴ありがとうございました。それでは明日も美髪にバイバイ。